まとい膝枕。はい、どうぞ。膝に頭を乗せて。うん。こうして膝枕してあげるとね、体温が伝わってきて、ちょっとドキドキするね。体温だけじゃなくて、私の鼓動も伝わっちゃいそう。髪触っていい？ほら、こうすると気持ちいいでしょ？小さい子になったみたいで。あ、つむじ見つけちゃった。ほら、ここ。かわいい。ねえ、あなたもドキドキしてる？だって、耳真っ赤だもん。なんて。そうだ。せっかくだし、耳かきしてあげる。ね、いい？ううん、平気よ。人にしてあげるのは初めてだから、痛かったら教えてね。気持ちいい？あ、ごめん、びっくりした。ん？もう一回？じゃあ、はい、綺麗になりました。じゃあ、反対の耳も見せてください。最後の仕上げに、はい、こっちも綺麗になりました。もうおしまい。ねえ、こうしてると私なんだかお医者様みたいでしょ。じゃあ次は耳の検査です。
まーし。聞こえますか？聞こえたら手を挙げて教えてください。はい、正常です。それじゃあもっと小さな声で、これはどうですか？聞こえますか？小さいから聞こえませんよね。聞こえてませんね。聞こえてないと思うから、こっそり言っちゃおうかな。あなたは、あなたが大好きです。初めてのウィニングバーガーに、初めてのデート、初めての膝枕に、初めての耳かき、それに初めての出会ってから、あなたにはたくさんの初めてをもらえたんだもん。本当に幸せ、あなたと出会えて。世界で一番あなたが好き。はい、これで本当におしまい。ん？おしまいですよ。もう、そんなにダダをこねるなら、こうだ。どうだ、参ったか。これで、本当に本当におしまい。でも、また膝枕して欲しくなったら、いつでも教えてね。待ってます。